ウェーマス級防護巡洋艦は、イギリス海軍の防護巡洋艦の艦級で、本級の基本設計は、タウン級系巡洋艦の元になっていたために、本級はタウン級のサブグループの一つに分類されている。本級は艦名に都市名を名付けられるタウン級の第二グループにあたり、1909年度計画により4隻が建造された。基本設計は、 前回のブリストル級防護巡洋艦にとっていたが、ブリストル級は、主武装である 15.2cm 速射砲と、副武装である 10.2cm 速射砲の2種類の武装を搭載していたものを、本級においては、すべて 15.2cm 速射砲8門へと、統一して、火力を強化した。しかし、この時点においても、減速装甲を持たず、敵弾による被害を、 石炭庫で防御する設計は変わりはなかった。1911年に取られたヤーマス本級の船体は単船主郎型船体を採用していた。艦首は垂直に切り立った艦首から中央部に主砲のマーククシー1 5 2トル速射砲お棒立てのついた単装砲画で一機環境と短脚式の全部マストが立つ。 等間隔に並ぶ4本の煙突の原則は関西堤置き場となっており、関西堤は2本1組のボートダビットが片弦3組で計6組により運用された。左右の原則甲板上に1 5 2トル速射砲が棒立てのついた単素砲がで片弦3機ずつ配置されていた。甲板1段分下がった箇所で見張り所と後部マストが立ち、 後部甲板上に1 5 2トル手法が、後ろ向きに1機の計8機が配置された。1918年に、ウェーマスとヤーマスは、陸上機1機を運用するための施設を設置したが19、1919年に撤去された。手法は、マーククシー1906年型1 5 2トル速射砲を採用した。その性能は、 重量4 5 3 6ラムの砲弾を、行角15度で13,085メートルまで届かせられる、この砲を単装砲がで2機を搭載した。砲がの不行能力は、行角13度、深く7度で、旋回角度は、左右150度の旋回角度を持っていたが、実際は、上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、 砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分5から7発である。他に近接火器として、ビッカース1900年型マーク i 4 7トル速射砲を採用している。1 5ラムの砲弾を行角12度で5 1 2 0ルまで到達できた。炭装砲がは百六十度の旋回角度を持っていたが、実際は、 上部構造物により社会の制限を受けた。不行は、行角30度、深角5度で、発射速度は、毎分25発だった。これを単装砲がで4機を搭載した。他に、手法では手に負えない相手への対抗として45センチメートル、魚雷発射管を、単装2機ずつ装備した。収益後の1915年に、本級は、対空火器として、 7.62cm 広角砲を単装砲画で1機を搭載した。1914年に取られたファルマスボン級は、ヤーロー式石炭、重油混焼水管管12機とパーソンズ式、直結タービン4機4軸を組み合わせて、最大出力 22000SHP、最大速力25ノットを発揮した。なお、ヤーマスのミタービンは、 ブラウンカーチス式2機2軸だった。本級のボイラー配置は、ボーデシア級を踏襲しているために4部屋に分かれており、機関配置は、第一次大戦前の、防護授業館と、同じく機関区全部に、ボイラー室、後部に、機関室を置く、旧時代的な配置をとっていた。1番ボイラー室に2機、2番ボイラー室に4機、3番ボイラー室に4機、4番ボイラー室に2機と、 いう割り当てであった。ボイラーからの排気量が異なるために4本煙突で、前後の1番4番煙突は、再建で2番3番煙突は太かった。ありがとうございます。